見つけようかな。はいよ。まあね、ちょっと短い時間ではありますけれども、配信を朝配信の方をねしようと思います。おはよう。なんだっけな、なんかをね、何かをしようと思ったんだけど、ちょっと忘れちゃったな。おはようね。何がね、なんていう話かもしれんけど、私もわからん。朝はね、話すことがそんなないんだ実は。ね、寝て起きて弁当作っただけだから。眠たいよね、みんなね。お誕生日おめでとう、おめでとう。永遠の17歳いいと思います。ありがとう。はいよ。寝たい。寝たい。お腹すいたね。ね、いちご食べなきゃ。
何話していいかわかんないからさ、すごいただの無言配信みたいになってんだけど。寒いから温めて、ぎゅってしてあげようか。いや寒いね、ほんと寒い。今日はね、なんかみぞれが降るみたいな話だったけど、降ってんのかな。あんまり外の音しないから、やばい、このまま寝てしまいそう。寝落ちそう。ダメだよ、寝ちゃダメなんだよ、私は。寝ちゃダメなんです。はよ、なんかすいたし、焼き芋作ってへん。あ、クッパイ焼き芋、もう私には作る体力がございません。さようなら。今日はイチゴをね、食べよう。ちゃんと寝ちゃえ。仕事遅れるけどいい？ダメだよ。やばくない？普通にやばいよ、それは。そういう時はね、梅の可愛い写真でも見て癒されましょう。朝さ、まあなんかパッて目覚めたらさ、まあまだ起きる時間ではなかったのね。そうで、アラームも鳴ってないし、でももがなんか、まあ、ドア全開にして私の部屋に入ってきたわけ。そうと、おいおいおいももと思いながら、まあ、閉めるのもめんどくさいから、まあ、とりあえず開けたままもうちょっと寝ようと思って寝てたんだけど、次アラーム鳴ってパッて目覚めたらさ、で、あ、下行かなきゃと思ったら、私の足元で動く子がいたんです。え、マジ、そう、びっくりして、え、誰？と思ったら、梅ちゃんがね、知らないうちにね、私のお部屋に来ておりました。可愛かったです。うちの子はなんでこんなに可愛いんだろうか。なんかもう可愛すぎて困っちゃうんですけど、このね、つるんとした頭、もうね、たまらん。飼い主に似たんですか？似てないですよ、私は。全然似てないよ。あ、かわいい。マジでかわいい。光る、寝相悪いか蹴飛ばさないか心配。あ、蹴飛ばさないですよ。最近寝相悪くない。そう、最近全然悪くない。寒いしね。布団から出たくないんだ。
眠っちゃい。みぞれ降ってた？どう、マジ？やんだな。寒いのも嫌だし。ね、いて、ごめん、すごい落としたよね。絶対落とした。あー、嫌だな。寒いし、眠いし、動きたくない。ここから出たくない。痛くないよ。そして今日絶対忙しいよ。ストレッチでもしながら体ほぐしてちょっと温めてね。お客さん来てそう。あ、もう戻ってきましたよ、お客さんは。本当にこう普通に戻ってきてます。だからなんかね、いました。やっぱりその石川を応援したいって言って来て、ご飯食べてって帰っていく方、ありがたいなと思って。はいよ。ありがたいですね。あのさ、すごい骨盤の歪みを整えるさ、ストレッチしてんだけどさ、めっちゃ痛いんですけど、まあ、いつもね普段からしてんだけど、それじゃないやり方で今骨盤の歪みを整えるやつをしてる。めっちゃ痛いんですけど、特に右。
歪んでるよね。整体行きたい、整体。最近肩こりはなくなったな。腰痛？腰痛しんどいよね。まあ病院行くか、まあそうね、それこそ本当整体とか、ね、本当にね。でもね、なんか歪みをね整えてもらうだけで全然違うらしいから、うん、そうそう本当に早ー。うん、行ってみな、行ってみな。まあ私正直あの行ってみなとか言いつつ行ったことはないんですけど、でも結構周りにね行ったりとか、まだトレーナーさんに、ね、ほぐしてもらったりするだけで結構ね違ったので、そう、お腹すいたお腹すいたよ。のカバー歩き方してると、股関節、そうだよ、なんかかばって歩くと逆に違うとこ負担かかっちゃうからね、早めにねそう直した方がいいんだよ。朝ごはんはご飯派というか、ご飯も食べない、パンも食べない、さつまいもを食べます。いつも最近は、まあ日によりますけど、そう、日にというか時期的なものもありますけど、今はさつまいもを食べることが多いです。そう、でもね焼き芋がないんです。はい、焼き芋がございません。なので一応まあいちごを食べようかななんて思っているんですけれども、
でも芋の方が腹持ちいいんだもん。芋が食べたかった。例えばじゃがいもじゃないのか。じゃがいもは正直あのダイエット向きではないと聞きますので。そう、さつまいもは本当食物繊維豊富で腹持ちもよくって、なんだっけな、血糖値を上げにくいんだっけな確か。そう、血糖値ってさ急激に上がるとね太るんですよ。そうだから食べ順とかも大切ですよって言われるんですけど、その GH とかが低いのでいいんですよみたいな。じゃがいもでも好きだよ、できるならば食べたい。うん、でもじゃがいも、私の中で芋は、じゃがいもはなんだろう、フライドポテトとかポテチとかあんまりなんかそのメインではないんだよね。そう、おかず。あ、昨日さ面白かったのがさ、ババがね肉じゃが作ってたので、よーしじゃがいも切ろうと思ってさ、じゃがいも見たらさもうなんか多分他の野菜切ってさもう煮込み始めてたんか知らんけどさ、よーしじゃがいも切ろうと思ってさ、じゃがいも探したらさ、じゃがいも一つしかなくって、あのじゃがいもの入ってない肉じゃがができました昨日。はい、そしてその一個お兄ちゃんが食べていきました。具材はもうじゃがいも以外しかございません。私肉じゃがめっちゃ好きなんだけどな、じゃがいもが、じゃがいもが好きなんだよ肉じゃがの。でもじゃがいもがないんだ。じゃがいも1個しかなかったんだって。じゃがいもっておいしいよな、なんであんなにおいしいんだろうな本当に。何の品種の芋使う？え、分からん。なんかそれぞれいろんなのあるけど、なんか、うん、売ってるもの。そう。多分なんか北海道に比べたらそこまでなんかたくさん品種があってとかではない。めちゃめちゃ品種があってっていうわけではないです。だいたい。一つ二つじゃないかな。あんまりそんなたくさん種類を見ないので、選ぶっていう選択肢もまずない。ほとんど。ないのね、うん、ないもん、そんな品種が。
そうだからなんか選ばないというより選べない、うん、かな、わかる、うん、そんなたくさん置いてあるのは見ないです。さつまいもはね何種類かありますけど、それでもさつまいももお店によって全然なんかやっぱり種類がね、朝起きて最初にすることは携帯を見ることです。携帯を開きます。お仕事頑張ってね、ファイティーン。はよねえ、8時半くらいになったらね、終わりますね。インカの目覚めね、よう聞くね。食べたことあるかな。なんかたまに北海道って行ってね、なんか買ったりするんだけど、どうだろうか。瞳もあんの？目覚めしか聞いたことないわ。はよう。
人の夢は男爵なんだね。あー聞いたことある。はいよおはよう。にゃっ。部屋から出たくない。この暖かい部屋から出たくない。マジで眠たい。もんだね、もう本当にもう。はいよ。本当に早く春、いやでも花粉来るのも嫌だな。いやでもあったかくはなってほしいよね、やっぱり。印象だよ私、結構大変。寝れなくなるくらいには感じ。30分です。ああ家にいたい。まあそんなことも言ってられないのでランキングいきます。13位虹色の空さん、12ふみさん、11コーヒレンさん、1位かぼちゃん、9ぼよよん星人さん、8位梅地さん、7位なーにゃさん、6位上谷優さん、5位地球さん、4位サブローさん、3位ゆうこさん、2位ところてんさん、1位けんいちさんです。ありがとうございます。ギフトいきます。ケイチさん、地球さん、サブローさん、ところてんさん、ゆうこさん、下ゆうさんです。ありがとうございます。
あー行きたくないね、出たくないね、家からね寒いよね。皆さんね、ほんと体調気をつけて、怪我ないように、はい、あったかくしてお外出る方は行ってください。はい、あのお休みの方は、ああ、なーにゃ神吉さんですね、わかりました、ありがとう、教えてくれて。ほんと皆さんね、体調気をつけて行ってきてください。休んでいい？休んでいい？誰か代わりに探さなきゃいけなくなる、無理だぞ。それではほんと皆さん気をつけて行ってきてください。それではまたね、みんな行ってらっしゃい。そして私も行ってきます。眠たーい。はい、朝からありがとう、頑張ってくるね、またね、行きます、またね、ありがとう。